はい、えー、皆さんこんばんは100円ですさあ今日も久々にですねアイスクリームのレビューをしていきたいと思います、まあ、アイスクリームというか、まあ、シャーベットですねリアルイタリアンアイスって書いてあるんですけどなんか知らないですけどこれめちゃくちゃ安かったんですよだちょっと買ってみようかなと思って、まあ、2ドル50セントぐらいだったんですよね まあ、あの、こってりとしたものじゃなくて、さっぱりとした、えー、ストロベリー味とレモン味が3個ずつ入っているアイスだったんですけど、えっ、ー、とですねルイ、ルイージーズって書いてあるんですよ。聞いたことないブランドなんですけどね。まあ、1個100カロリーって書いてあるんですよ。結構安いですね。で、ここに書いてありますけど、本物のフルーツジュースを使って作りましたみたいなね。 書いてありますね。ということで、もうあんまり話すこともないんで、早速インテリションファクト <laughs> 行きたいと思いますえー、つですね。カロリー100約束通り100ですね。もうほとんどファットも何もなくて、えー、炭水化物のパーセントがまあ、9%ですか？まあ、まあ悪くないんじゃないでしょうかね。本物のフルーツが入っていると豪語している割にはビタミン c は約2%しかないというのはどういうことなんでしょうか？ ですね、後ろも特にアイスが関係あるようなことは書いてないですねこれもねちょっといくつか食べちゃったんですよフライングして申し訳ないですけど本当はね6個入ってたんですけどこれねこれレモンとストロベリーイタリアンアイスって何が違うんですかね普通のより。 まずレモンからいきましょうかね白そしてピンク汚いなこれということでまずレモンからいただきます硬いな見せたい 硬いいただきますうんちょっと酸っぱい感じのでも味は薄めですね日本に売っててもねおかしくない味だと思いますこれ逆に売ってるかもしれないですねこれ日本に。 でもやっぱり何て言うんですかね薬品系というかあの人工的に作った味がやっぱしますねお次ストロベリーいきたいと思いますえー、っと硬いなやっぱいただきますうんストロベリーな味しますけど全然酸っぱくとか酸っぱいとかするのないっすね 甘いだけだけど味はちょっとやっぱ薄いですねそこ <laughs> しま今夜中の12時なんであんま食えないですよメタボメタボ言われてますかねうーん薄味のアイスそうっすね値段はまあ2ドル50だったんで日本円で250円ですか6個入ってその値段はかなり買いだと思いますね 評価はまあまあ10中6ぐらいですかねまあアメリカでは人気ないのはなんとなく分かりますよ結構残っててセールで安くなってたんで、まあ、まあ甘みが足りないって感じですかねあの僕は全然ちょうどよかったんですけどでもやっぱりなんかあのもうちょっと酸っぱいのが好きなんでもうちょっとその甘いだけじゃなくてこう複雑なねいろんな味を再現できたらよかったんじゃないかなと思いますね だからレモンはもうちょっと酸っぱくとかストロベリーは甘酸っぱくとか味にメリハリをつけた方があってお前何だって言われますけどね <laughs>。ということで、えー、とルイージーズイタリ,アンリアルイタリアンアイス、えー、受注中6でお願いします。